ポール・マカパトリス・ポール・モカペトリスは、アメリカ合衆国の計算機科学者である。インターネットの先駆者であり、ジョン・ポステルと共にドメインネームシステムを開発したことで知られる。1948年に、マサチューセッツ州ボストンで生まれた。1966年にボストン・ラテンスクールを卒業し、1971年に、マサチューセッツ工科大学で物理学と、 電気工学の学士号を1982年にカリフォルニア大学アーバイン校で情報と計算機科学の博士号を取得した。1978年に南カリフォルニア大学情報科学研究所に入所した。1983年、彼は RFC882 と RFC883 でドメインネームシステムのアーキテクチャを提案した。 彼は初期のインターネットにおけるネットワークのすべてのアドレスの名前変換を単一のホストのホースッツファイルでまかなうという問題を認識し、その代わりに分散した動的 DNS データベースの導入を提案した。同年、ジーブスと呼ばれるトップス -24 の初の DNS 実装を書き、最初3つの DNS をコーディネート 1986年にはインターネットすべてのルートサーバに蔓延させた。また ISI では初の SMTP による電子メールサーバーを開発し、高性能コンピューティング及び通信部門のディレクターを務めた。1990年から1993年まで防衛高等研究計画局でネットワーキングのプログラムマネージャーを務め、ついで 米国連邦ネットワーク評議会の研究産業部会の議長を務めた。1994年から1996年までインターネットエンジニアリングタスクフォースの議長を務め、1994年と1995年にはインターネットアーキテクチャーボードのメンバーとして働いた。また、homesoftare.com、e、w、a r e. com、ファイバ r l a セラント、 シアラ、アーバンメディア、ニュードメインといったインターネット関連企業に勤務していた。1999年から2016年まで IP アドレスインフラのソフトウェアプロバイダであるナマナムの主任研究員兼チェアマンを務めた後、現在はセレツタップの主任研究員である。モカペトリスは IEE、e、とアソシエーション・フォー・コンピューティング・マシーナリーのフェローである。ありがとうございます。